い、こんにちは。パーソナルトレーナーの中澤誠二です。さあ、今日は7分間初心者向け美尻メニューをやっていきます。さあ、下がったお尻をキュッと上に引き上げて、メリハリのある下半身のシルエットを作っていくためのストレッチとトレーニングメニューになっています。さあ、動画の方もしっかりとチェックして、一緒に超美尻を作っていきましょう。エクササイズは7分間45秒動いて15秒休憩を7セット繰り返します。さあ、ではまずストレッチ、膝の内面を少し広めについた状態でお尻を引いていきます。さあ、胸を張ったままお尻をかかとの方へ引いていきます。さあ、背骨の S 字をしっかりとキープしたまま、体が丸くなりやすいので気をつけましょう。丸くならない範囲で動かしていきます。ぐーっとお尻、内ももにストレッチを感じて戻る。これを繰り返していきましょう。さあ、ペースは自分のペースで OK です。しっかりとストレッチが感じられるところでゆっくりと。さあ、最初に伸ばしておくことで、この後のトレーニングを効果的に行うことができます。さあ、あと5秒繰り返しましょう。はい、OK です。さあ、休憩の15秒で次の動きに移行していきます。左上の動きに注目してください。さあ、膝を開いていく動きです。さあ、上の手でお尻の動きを確認しながら動かします。お尻のインナーマッスルを働かせていきます。体も一緒に逃げてしまうとうまく動かないので、おへそはしっかりと横に向けた状態をキープです。さあ、お尻の動きしっかりと感じられていますか？さあ、ここの筋肉が働くことで、この後のお尻のトレーニング効果的に行うことができます。さあ、あと6秒、呼吸を止めずに。はい、OK です。さあ、では頭の向きを変えて、次は反対側です。準備をしていきましょう。さあ、お尻に手を添えて、スタートです。さあ、これ大事なトレーニングです。ここの筋肉が使えていないと、お尻の筋肉が日常生活でも使われずに、下半身太りにつながってしまいます。さあ、股関節を正常に動かすためにとても大事な動き、丁寧に最後まで行っていきましょう。さあ、膝とつま先は同じ方向を向いていきます。さあ、あと10秒。5、4、3、2、1。はい、 OK です。さあ、次は立ち上がった状態で行う動作です。足は腰幅、つま先、膝は正面に向けておきましょう。さあ、手を頭の上に上げた状態で体を倒します。お尻を拭くようなイメージです。さあ、体が丸まって肩がぐっとすくんでしまいやすいので、しっかりと肩は下ろした状態で胸を張ります。もも裏をぐーっとストレッチしていきます。さあ、もも裏、お尻を鍛えるトレーニング。さあ、もも裏とお尻の境目を作って、メリハリのある下半身のシルエットを作っていきましょう。きつい方は股関節に手を当ててお尻を引いていきます。はい、ラスト。はい、 OK です。さあ、ここから強度が少しだけ上がっていきます。さあ、手で肩を触るような形で胸を張ります。片足ずつ交互に引いていきます。はい。さあ、足は前重心です。体を少し倒すようにして動かしていきましょう。さあ、後ろ重心になると前ももここが張ってしまいます。お尻が使えません。
軽く後ろに引いてしっかりと体を倒す。さあ、お尻の筋肉に体重をかけてゆっくりとストレッチを感じていきます。下ろす動作は 2,3 秒かけて。さあ、ヒップアップにとても大事な動きです。ラスト3秒。はい、 OK です。さあ、次の動きは片足ずつ引いていきます。斜めに足を引いていきましょう。はい、それでは行きます。さあ、片手でお尻の動きを確認しながら下にゆっくり降りていきます。さあ、これも 2,3 秒かけて下ろす、戻る、これを繰り返します。さあ、今使っているのは中殿筋というお尻のサイドの筋肉です。さあ、ここがしっかりと発達してくると、さあ、足の細さ、長さ、ウエストのくびれがはっきりとしてきます。さあ、最後まで丁寧に、あと5秒です。はい、 OK です。さあ、次が最後です。7セット目、反対側です。さあ、ではさっきの反対側を引いて片手でお尻を触りましょう。 2,3 秒かけて下ろす。さあ、このお尻の筋肉、ぐーっと横が伸ばされるのを感じますか？さあ、このストレッチ感をしっかりと感じることで筋肉を鍛えることができます。丁寧に行ってヒップアップしていきましょう。さあ、ラスト10秒です。3、2、1。はい、 OK、 お疲れ様でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。このチャンネルではフィットネス情報やトレーニング動画を発信していきます。動画の内容を正しく実践していけば、あなたの理想の体を作っていくことができます。綺麗な体を作ってアクティブな日常生活を送っていきたい方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。